คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถ่ายซูโกอิจิปะนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอิชิคาวะเมืองคานาซาวะนะครับวันนี้พอดีมีคานาซาวะสวีทแฟร์สวีทก็คือขนมหวานนะครับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะตอนนี้ครับใบไม้เปลี่ยนสีกำลังเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วเขาก็จะมีเทศกาลเนี่ยเอาท์ดอร์แบบนี้เยอะนะครับมีฟรีมาร์เก็ตฟูลแฟร์อันนี้ก็คือสวีทแฟร์นะฮะของญี่ปุ่นนี่แหละโอ้ย ซื้อมาได้หรอชิมหน่อยได้ไหมได้ค่ะช้อนต้องเหลือไหมคะนี่อะไรครับรสชาติอะไรไม่ออกไม่ออกแต่เขาซื้อนะครับตัวซ่าอะไรก็ซื้อกินหมดเลยนะครับคนนี้เพราะว่าจ้าหมึกดีครับอะไรอ่ะโอ้รสชาติส้มนมส้มอ่ะส้มอ่ะอร่อยมากเลยซื้อที่ไหนอ่ะอ๋อมารุกะใช่ไหมเจ้าคนที่นี่ก็คือคุณรู้จักกันนะไทโจซานที่เขาเคยมาเมืองไทยครั้งนึงนะครับครั้งที่แล้วผมเจอกันนี่นะเขาอะนะเป็นคนที่ทำเจลาโตหมายความว่าไอศครีมของอิตาลีครับเขาทำเก่งมากเลยนะคนญี่ปุ่นที่ได้รางวัลชนะแชมเปี้ยนโลกครับนะครับคนนี้เป็นแชมเปี้ยนของโลกนะครับแต่ผมพอดีรู้จักร้านของเขาแล้วครับที่อยู่ที่จังหวัดอิชิคาวะนี่แหละครับไปกันไหมเนาะคุณกินก่อนก็ได้ผมจะกินที่อร่อยกว่านี ้มารุกะเจลาโตที่นี่แหละผู้เชี่ยวชาญนะครับแชมเปี้ยนของโลกอยู่นี่แหละไทโจซังอยู่ที่ไหนก็มาเลยครับจริงๆยังไม่ได้เปิดร้านนะครับผมเมื่อกี้โทรหาแบบขออนุญาตไงเขาได้แล้วอ่ะยังไม่ถึง11โมงเพราะว่าเปิดร้านแล้วรอคิวเข้าไปครับคุณชัวคุณไทโจซังどうもいいですか？ちょっとオープン前に来ちゃいました。お元気ですか？はい、元気です。ちょっと今日一緒にちょっと撮影させてください。撮影、ああ、ですか？よろしくお願いします。はい、大蔵さんでーす。はい。ご参拝願います。ルートワチン。おお。ちょっと味見してきたんですよね。はいはい。公園で。あ、そうですか。はい、でもここに店があるんだよっていう形で撮影しましたんですけど。ちょっと分かりにくい場所にありますからね、もうね。いやだから郊外店ですかね。正直言ってここに人が来るの、はい、っていう。そうですね。皆さん驚かれますよね。え、ここですか。ね。でなんかオープンしたら結構お客さん、はい、いらっしゃるんですよ。そうですね。はい。まあ天気晴れてる時は結構行列作ってくれたりとか。はい。あ、そうですか。ちょっと突然なんですけど、味見していいですか。もちろんです。はいはい。突然ちょっと、まだ今揃ってきてないですけど。あ、そうですか。トワさん、来、チームね。海鮮何や少しいいですかなんかそうですねこれは日本一いい、2015年に日本一取ったやつで日本一、マスカルポーネとオレンジバニラを組み合わせたやつですねマスカルポーネって何ですか、チーズの名前ですねあ、はい、パソンチーズマスカルポーネチェメハムレコーパソンソンオレンジオレンジとバニラの香りがする海バニラ、はいอันนี้ได้รางวัลอันดับท็อปของญี่ปุ่นนะครับต้นนะขออันนี้ผมกินก่อนนี่สดชื่นまああの週末のご褒美に食べたくなるようなジェラートっていうテーマで作ったんですねなるほど、はい、だからまあ日本人のまあ OL さんとかね、はい、あの週末自分へのご褒美として食べて気持ちがグッとエレガントに上がるっていうそういう意味合いで作りました。おお、なるほど。はい、おお、ルチャイブイン。女性の気持ちがわかるんですか。あ、女性の気持ちがわかるのか。大蔵さんは。大蔵さんの。これは緑色のこれはですね、2年前に世界一取ったやつで。世界一？これ世界一です。これ？はい。クライペンチャナロアンダムン。わお。パイナップルとセロリとリンゴ。この3つを組み合わせる。アッパル。何ちゃんのが。いただきます。
おー、うわー、これなんか、朝の栄養ドリンクのちょっとそうですね、はい、雰囲気もありつつ、はいはい、美味しくセロリってまあ、苦手な方結構ね、うん、多いんで、うん、イタリアでもその好き嫌いすごく分かれて、まあ、イタリア人が嫌いな食品のトップ3に数えられるぐらいセロリってすごい敬遠されるんですね。あんなに体にいいのか、で、まあ、機能性をすごく あるってことを分かって、うん、まあ、新陳代謝促進というか胃の中をリフレッシュさせる、まあ、はいはいはい、そういう消化作用を促進させる働きがあるってことに注目して、でセロリを中心に構成してたんですね。セロリ嫌いな人でも美味しく食べられるようにデザインしたっていう。なるほど。でこれでイタリア人がセロリ食べれるようになったと。食べれるようになってすごいよ。だからそれですごくこうなんですかな、あの目的を持ったジェラートを作り込んだってことで評価がすごく上がって。なるほど、ね、でイタリア人が嫌いな食品をセロリを使って、まあ、世界一取ったってことですごい話題になった商品ですね。はい、世界一ですもんね、はい、そうですね。というのは日本人ですよね。日本人ですね。でイタリア、うん、ジェラートというのはイタリアの食べ物ですね。そうですね、はい、もう歴史は長いですね。フィレンツェかなんかにできたやつですよね、で日本人がチャンピオン、要はだから評価のされ方としては、イタリア人が日本の寿司コンテストで優勝するようなことをやったって言われましたね。なるほどね、はい、すごいことですね。คือคุณผู้ชมรู้ไหมครับเจลาโต้หมายความว่าไอศครีมนะนะไอติมนะนะไอติมของอิตาลีครับแต่คนญี่ปุ่นไปอิตาลีแล้วก็ชนะแชมเปี้ยนโลกในอิตาลีนะครับเหมือนกับคนไทยได้ชนะซูชิแชมเปี้ยนในญี่ปุ่นว้าวสุดยอดนะสุดยอดนะนั่นก็ここにいっぱいねトロフィーとかあるんですけど例えばなんかこれ2019年ってあるじゃないですか。これつい昨日ですね。昨日、はい、昨日実はあの弟もジェラート職人やっててこれ実は弟取ってきたやつですね。あでこみのんちゃいやかこだいのわんむらいるめかくんぶちょんむわん場所はレッチョカラブリアってですね。イタリアレッチョカラブリアっていう、まあ、南の方ですね。大体イタリアじゃあ今帰ってきたばっかりですか。そうですね。お疲れ様です。今回はまじゃイタリアか。で出てないですよね。僕は出てないですね、はい、なぜですか。僕もあの出るなって言われてる、うん、もうお前は勝ってはいけない。イタリアってすごいあの職人同士の嫉妬がすごいんですね。ジェローゾって言うんですけど、あの日本人がこうやって勝ち続けることにすごく、まあ、イタリア人がジェラシージェラートジェローゾ、ジェローゾだからもう出ると君はまずい状況になるから、ああのもうこれ以上出ないでほしい。だからはみのんちゃいしゃべいかだからのんちゃい健康5代アンダーソンだからのんちゃい顔おおこんなたりなうんうたさんいいんはいたまいまいたまだなかまいたまだなありがとう。บ้านเขาก็คือฟาร์มแล้วแหละเขาไม่รู้ว่าเกิดมาเนี่ยนมอร่อยแบบไหนยังไงนะใช่ไหมเขาเลยนั่นแหละเนาะก็そんだけチャンピオンにイタリア人がまあね食イタリアの食じゃないですかもともとね。で日本人がそんな勝てるというかまあ努力されてるのはわかるんですけど、なんでしょうね。なんで勝てるんですか。やっぱ日本人は物事を理論的とか、はい、構築していくのはすごい得意なんですね。計算であったりとか。ただファンタジーに欠ける部分がありますね。なるほど。日本人に足りない部分があるとすれば、でイタリア人はその掛け合わせるセンスが、既存にあるものとあるものを掛け合わせて新しい味を想像する、うん、まあ、パインとセロリとリンゴを組み合わせてああいう味を出すとか、はい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 、あの掛け合わせるセンスがイタリア人に優れてるんで、まあ、そのセンスさえ日本人が磨けば、まあ、海外でも通用するんじゃないかなと思います。なるほどですね、はい、ハイブリッドですか。ハイブリッドですね。あ、自分の目指しの、そういう遊び枠、ジェラートはこういうもんだっていう枠にみんな閉じこもっちゃうんですね。まあ、特に我々のようなこう地方にいるジェラート職人って結構孤独になりがちですね。情報も少し遅かったりしますから、けどやっぱそれを日本を飛び越えてイタリアに行くことでそのセンスを磨いて、じゃまずだから行ってそこでセンス磨いたっていう。そうですね、10年ぐらい通いましたけどね。最初アイデアされないですよ。じゃあイタリア語が、まあそれなりに専門用語ばかりですけど、あと、まあ、女性と喋るときの、あ、こう言ったら喜ぶとかね。クイが不意にイタリア語じゃルーは顔じゃディーチャイヤンガイプーがディバイヤンガイ、どういうふうに言うんですかじゃあ。いやもう日本人だから、まあ
もうティアモで、ティアモ、ティアモでもう心から、ティアモと愛人、うん、心からあなたことを 愛してますよって、って言うんですか。でもマダムに言うと、なんか日本人って外国人だからなんかあよく分かってないのででも嬉しいみたいな、あんまり言わない言葉です、ね。ティアモ、はい、ホムラクル、ライクじゃないです。ティアモ、もう深い情愛っていう。あ、だって女性の気持ち分からなかったらこれチャンピオンになれないですよ。そうですね。チェメイマイルージャイブインがね、チャナローみたいなのが、チェメイカープはサウサウボカティチョッキングだろうですね。そうですね、勉強になります。あ、勉強これは何だろう。これはまあ、パクドーン、ね、まあ、ジェラートっていうのは、まあ、冷やして空気を入れながら冷やして固める作業をするわけないんで、はいはいね、それはあのこれであっても機械であっても同じですね。でこの周りに氷を入れてですね、はいはい、そして塩を入れると、まあ、冷下に下がるんですね、うん、冷却能力が高まって、うん、でこのポットの中に、まあ、牛乳とお砂糖と、まあ、卵黄なら卵黄を少し入れたものを入れて、うんうん、こうやって、回すんですね。作るんですか。はい、回すと大体 2,30 分でジェラートできます。あ、そうですか、ね、これ何百年か前の。そうですね。来ロピマーナヤンチャイガニューはタメタメ、すいません、使っていいですか。使っていいですか。いいですか。大変ですけどね。大変ですか。はい、大変です。あ、大丈夫です。サポーターが、サポーターがミプチュアイメクライナタメナラワイメハロワイメハチャイガラドセンケイネナ。で今これ牛乳とお砂糖入ったやつですね。ああ、ノームがナムターナ栽培で。今日は大臣の。いや、ロンキドゥリか。大臣、まやね。ผสมแล้วอ่ะมันจะอุณหภูมิจะต่ำกว่า10องศาเพื่อこれ20分ですか。これをずっと。เขาบอกว่าเจลาโต้หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยของจริงที่สำหรับคนที่มีระดับนะฮะแล้วก็คนใช้เขาทำแบบนี้ตลอดคนใช้อ่ะนะเฮ้ยคนไทยครับมือหัวแล้วอ่ะแต่งรออีก20นาทีนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเจ้านายที่เราสั่งมาเนี่ยฮะให้ลูกน้องกินテレビさんのなんかちょっと今日特別なものがあるって聞いたんですけど、そうですね、これはあのすごい時間かかるんで、はい、で今機械になってますけど、機械よりも早いジェラートの作り方があるんですね。あ、あれ？え、本当ですか？え、あの3秒でジェラートができるっていう。3秒なんか、多分ジェラート大だよ。わあ。ちょっと見せてもらっていいですか？もちろんです。はい。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ3か。3秒2個。ชีวิตต่อไปไม่อยากกินเจลาโต้แล้วสมัยนี้ก็คุณเคยเห็นใช่ไหมครับทำเจลาโต้ที่ใช้เครื่องนะครับแล้วก็สมัยล่าสุดที่ไดโดซาคิขึ้นมานะครับทำเจลาโต้ได้แล้วสุด3วิว้าว3วิทำเจลาโต้ได้นะได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินนะไม่เป็นไรทำได้แค่3วิครับไม่ต้องเสียบปลาแล้วครับเดี๋ยวดูกันละว่าอย่างไรทีมงานญี่ปุ่นน่ารักนะครับช่วยกันหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการที่ไม่เหนื่อยนะฮะวิธีทำโบราณแบบนี้ครับก็คือจินตนาการนะฮะตอนนี้อยู่ในทะเลเฮ้ยมากรุ่มมามากรุ่มมาว้าว
怖いとやりまぐれ顔にダコンさんのおお、できました。おお、いいんじゃないですか。ちょっと緩いですけど。まだ緩いですか。まあ、うわおおちょっと食べますか。はい、食べます。おお、よし、これはそのダコンだれを、いただきます。いただきます。普通の中身、牛乳とお砂糖と、生クリーム。生クリーム、はい。ノム、レコ、ナムタン、レコ、クリームソース。シンプルですね。シンプルですね、はい。めちゃくちゃ美味しくないですか、はい、あれ、はい、こんだけですか、はい、あれうまい、はい、めちゃくちゃうまい。ちょスプーンもいっぱいです。あ、持ってんの、持ってんの、持ってんのね、笑い、うん、いこれは液体窒素を今持ってきたんですけど、液体、あ、これ、これが液体窒素でナイトロジェンレオなんか。で、マイナス196度ですね。ロットにロイカウシポンサーハムチャン。まあ、これはあの普通に空気中にあるものをこうグッと集めたものですけどね。はいはいはい、まあ、理科の実験みたいな。はい。で、この液体窒素っていうのは、はい、あの例えばお花とか入れたらすぐ凍っちゃいますけど、はいはいはい、あの一瞬だったら手をこうやって入れても全然大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。ずっと入れてたらそれは手凍っちゃいますけどね、はいはいはい、あの低温やけどしますけど、ええ、一瞬だったらこうやってちょっと待ってやって大丈夫ですか。大丈夫です。マイナス196度です。います。大丈夫ですか。大丈夫です。3、4、あったかいですよ。シュッフイッフイッ。あ、大丈夫でした。大丈夫です、はい、これ何ですか。で、これはピスタチオ。ピスタチオ、うん、で、これミルク。ミルク。で、これはイチゴ。イチゴ、うん、で、今の状態はこうやってサラサラの液体の状態ですね。まだペンナムナムナ、はい、液体の状態ですね。これもストロベリーですね。これもイチゴの液体の状態です、ね、ストロベリー、ストロベリーペンナムナムナ、うん、お砂糖とイチゴですね。で、これもあの牛乳と生クリームとピスタチオ。ピスタチオカプトワーとはピスタチオレコサイノム、うん、レコサイノムソー、うん、それに液体窒素をこうやって入れるんですね。はい、入れました。入れました、はい、そしてこうやって高速に混ぜる。はいはいはい。はい、できました。うわっ、メギーウィーキン早い。さっきが何だったんですか。ねえ、ねえ、ねえ、時間かかってね。うわ、できた。はい、え、マティ顔ためやめな。顔とか大丈夫ですか。大丈夫。あ、もうやっちゃうんですか。やっちゃう。おーおーおーおおこれだけで。はい、スタート。おお、どうですか。あ、できた。できた。はい。これジェラート。これでジェラート。ピスタチオジェラート。ピスタチオ。はい。え、ちょっといいですか。もちろんもちろん。チンラー、くんぼちゃんもじゃない。チンラー、ベナラヨパン。わあ。美味しい。美味しい。でも固体になりましたね。液体から固体にすぐなるんで。ね、ええええ。はい。あ、これ美味しそうですね。これイチゴ。イチゴストロベリー。はい。おー、ハロー揺れよ、はい、チャンピオンが。大丈夫ですか、今日は。いい味ですね。いい味ですね。ありがとうございます。冷たくて美味しい。はい、じゃあ最後に、はい、液体窒素浴びて。えぇ、ー、うおあ、冷たくて気持ちいいね。オーケーマンや、こんなこれが液体窒素でした。ありがとうございます。頭から湯気がね、出ましたね、今ね、はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。勉強になりました。とっちゃいわれるわけ。だから、軍部長も、軍部長も、他尊敬のジェラート、こう、大蔵さん、中君、こう、まあ、マリラ2台、だから、神坂、すみません、お店今、ここの他に何箇所ぐらいあります。あともう一個だけ。もう一つ。だから2店舗ですね。場所、県内。石川県だけ。石川県。あ、大南君とも石川了啦。ユネちゃんは石川、ミランソンティ、こう、あちゃん。
大蔵さんだか、バイバイ。あらい、あらい、あれ、あにあの、チームチームチーム、あらいチーム。もうチャンピオン多分ロッチャーに言うよね。まあ、あれだよね。あらい子は、ラオ、チャイベラ、いつまでや。ダメな。あらい、まあ。すみません、あのどこから来たんですか今日。埼玉県から。埼玉わマージャン埼玉すごく遠いところからいらっしゃいましたね、まあ、観光ですか。連休なんで。連休で観光にいらっしゃって。連休で観光です。なるほど。じゃあこちら今お店並んでたんですいません突然お話しさせてもらったんですけど、はい、どこで知ったんですか。テレビでプロフェッショナルっていう日本のテレビがあるんですけど、知ってますよね。知ってますそれで見ました。ああ、ดูรายการโทรทัศน์แล้วคนนี้เป็นอันนี้ไงพระเอกในสารคดีนะครับแล้วก็มาดูว่ายังไงじゃあまだ食べてないですよね。美味しい。楽しみにしてきました。美味しい。ちょっとすみません先食べちゃったんですけど。まず開いてないの。オープン前にちょっと食べちゃったんですよね。あのちょっと特別なラインを使って。美味しかったです。そうでしょうね。ぜひ楽しんでください。はい。なんか今日目指してるこれはこれ食べたいんだってあります？親父さんと協力して作ったと言われるミルクのやつ。ミルクのジェラート。なるほど。もうちょっとお待ちくださいね。待ちます。お待ちくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。กินเจลาโต้ให้มีความสุขนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตาก้อนนะอันนี้ผมไม่โกหกจริงๆครับอร่อยมากครับคุณดีนะชิมจริงๆครับเชิญครับอร่อยมากรู้ว่าเราทำไงอยู่หรือเปล่าเต็มที่เลยอ่ะเมื่อกี้น่าเครียดมากเลยเวลาทำโบราณวิธีการโบราณคนนี้เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงฮะอร่อยไม่ต้องถามด้านเลยอร่อยอันนี้อร่อยคนชอบมากเขาใส่ชุดอะไรเนี้ยเราชิมเรามาจากเราชิมในตำนานสิบเอ็ดวันเพิ่งเปิดร้านนะครับร้านเนี่ยนะพูดตรงๆนะไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะว้าวใช่ไหมดูไปค่ะดูแล้วสถานีรถไฟก็ไม่มีเขารอคิวนะครับคนนี้ดันจริงๆเต็มเต็มเลยเข้าไม่ได้หรอก